俺たちを無視する。飛行士だ。考えても無駄だ。早い。精鋭の私たちが追いつけないなんて。このままじゃ。避難完了にはまだ時間がかかるな。巨人から住民を守り抜くぞ。 しのいだな。ミカサ・アッカーマンか。あいつは間違いなく逸材だ。撤退だ。壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。
私は何でもできる。怪我はない。ならすぐに動く。命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。全員で本部を目指せ。死んでたまるか。俺たちも続こう。待って、コニー。これじゃ人数が足りない。まず近くにいる仲間を集めよう。蹴散らして生きられるのは勝負。全然捕らえた。死ぬんだんだ。助けないと。私も行きます。今度こそ頑張りますよ。なるべく多くの兵士に呼びかけて本部に向かうよう伝えろ。狙う。
び込めるかもしれない。でも周りにいる巨人の数が多すぎる。いくら味方でも無茶だよ。救援要請だ。狙う。邪魔しないで。このままじゃもう。かっさばいて。本部奪還のため仲間が戦っています。加勢してください。分かった。みんなやるぞ。なければ協力してください。私たちと一緒に本部に乗り込みましょう。
部を取り返そう。てめえ、どうやったらあんなに早く動けるんだ。いや、いつもみたいな冷静じゃない。このままじゃゆすれ、この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だ。もう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわー
人が巨人を殺してる。ただひたすら困惑した。巨人が巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。刃を分けておくよ。そうだ、聞いてくれ、提案があるんだ。あの巨人を本部まで誘導できないかも。あいつに他の巨人を倒してもらうんだ。アルミンの考えなら私は従おう。あいつをどう誘導するつもりだ。あいつの周囲の巨人を僕たちが倒していけば、新たな巨人を求めて本部へ向かうはずだ。狙う。生きられるのは勝者だけ。救援要請だ。狙う。なんだ、巨人どもが今本部へ向かってるぞ。人が集中しすぎたんだ。本部が壊されたら僕たちはもう終わりだ。蹴散らしてやる。狙う。僕は本部の周りの様子を見てくる。それは急いであの巨人を誘導してくれ。
一旦壁上に撤退したい。どこが邪魔だ。次狙う。ガクは節約しろよ。今はまともに補給できないんだからな。さすがだな赤丸。狙う。助かったぞ赤マン。援護をお願いします。本部に訓練兵が取り残されているんです。訓練兵が。わかった。こちらでできるだけ周りの巨人を引きつけておこう。狙う。もう一押し。まだ無事だ。ミカサ、他の巨人が近づいてきている。狙う。このままじゃ本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。狙う。
訓練兵を助けたいんです。援護してもらえませんか。訓練兵が。分かった。せめてこっちで少しでも巨人を引きつけておく。ありゃ、なんだ。ミカサ、無事だったか。みんな、あの巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも、俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば、俺たちはここから脱出できる。